ユリアン・コルプはドイツ・ウッセン出身のプロサッカー選手。ホルシュタイン・キール所属。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。右のサイドバックが本職で、守備的 MF や右サイドの中盤、センターバックもこなす。2004年12歳で MSV ・デュースブルクの下部組織に入団。2006年14歳でドイツ・ブンデスリーが一部ボルシア・メンヒ・エングラートバッファの アカデミーに移籍した。2010年1月に同クラブのアカデミーを卒業して、セカンドチームに昇格し、2013年9月までに公式戦94試合に出場して、経験を積んだ。2012年5月5日の1、FSV マインツ0 5戦で、ドイツブンデスリーが一部デビューを果たし、同年12月6日には UEFA ヨーロッパリーグでもデビューした。23歳で、 UEFA チャンピオンズリーグデビューも果たしている。ルシアン・ファーブル監督のもとでは、不動の右サイドバックとしてプレーしたが、アンドレ・シューベルト監督のもとでは右サイドバックのみではなく、チーム状況によっては、センターバックや中盤でプレーするなど、ポリバレントな実力を証明した。2017年夏から所属している、ハノーファー96では、原口元気や浅野拓馬など、 日本代表選手の同僚である。2021年6月10日、ホルシュタイン・キールと2年契約を結んだ。U15 から U21 まで全ての世代別ドイツ代表に選出された。ありがとうございます。